どうも、チーズです。今回は誰でもできるギタリストの倒し方というのを解説していこうと思います。お、ちょうどいいところに楽器屋やリハーサルでドヤ顔しながらテクニックを誇示してそうなギタリストが現れましたね。ではまず皆さん、お持ちのニッパーを取り出してください。意外かもしれませんが、普段持ち歩いているニッパー一つでギタリストは簡単に撃退できます。狙うのはここ、5弦ですね。上から2つ目、下から5つ目の弦です。しっかりニッパーで挟んで切断しましょう。5弦を失うことで大体のギタリストは何もできなくなって元気を失い、簡単に分からせることができます。中には5弦を失っても平気なクロートギタリストもいますが、彼は違ったようですね。皆さん絶対に真似しないでください。どうも、チーズです。今回はベーシストの簡単な倒し方をレクチャーしていこうと思います。お、ちょうどいいところに雰囲気だけはそれっぽい、ペラッペラな倫理観してそうなベーシストが現れましたね。ベーシストは繊細な人が多いので、今回は精神的なダメージを与えて撃退していきます。まずは、あ、それってギターですよね、かっこいいですとジャブを入れます。これを言うとベーシストは、はいはい、まあそんなことは言われ慣れてるよみたいな態度でギターとベースの違いというのを説明してきます。長ったらしい説明が終わったらすかさず、へえ、じゃあなんか弾いてみてくださいと言いましょう。このセリフで大体のベーシストは分からせることができます。中にはバチバチなスラップを披露できるクロートベーシストもいますが、彼は違ったようですね。ぜひ皆さん真似しないでください。どうも、チーズです。今回はドラマーの簡単な倒し方をレクチャーしていこうと思います。お、ちょうどいいところに、練習は大してしないくせにスティック回しだけはこだわってそうなドラマーが現れましたね。ドラマをやってる人は割と明るく、なぜか協調性が高い人が多いので、まずは、お、今度路上ライブしようと思うんだけどさ、お前も一緒にやらない？と誘ってみましょう。大体のドラマーは路上ライブでドラムセットなど持っていけず、お、俺はいいかな今回は、と断るしかありません。あとは SNS で、ドラマーいなかったけど路上ライブめっちゃ楽しかったぜとかつぶやきましょう。これで大体のドラマーは少しずつ塞ぎ込んでいって分からせることができます。中には自前のカホンやタンバリンなどで参戦してくる臨機応変なドラマーもいますが、彼は違ったようですね。ぜひ皆さん真似しないでください。どうも、チーズです。今回はボーカリストの倒し方をレクチャーしていこうと思います。お、ちょうどいいところに、音楽が好きというよりは音楽で有名になってみんなからチヤホヤされたいという感じが透けて見えるボーカリストがいますね。ボーカリストは歌の良し悪しどうこうよりも自分の認めを気にする人が多いので、結構簡単に撃退できます。狙い時はライブ前で、ギリギリまで自分の髪型やメイク具合を鏡で確認していることが多いです。好きだらけですね。それではなるべくハードめのワックスを用意してください。で、これをこう、流行りの無造作な髪型になりました。これでボーカリストはたちまち元気をなくし、分からせることができます。中にはそもそも髪の毛がなく、どうしようもない場合がありますが、まあ彼も遺伝的には確実にハゲるので、温かい目で見守ってあげましょう。皆さんぜひ真似しないでください。どうも、チーズです。今回はバンドマンの倒し方をレクチャーしていこうと思います。お、ちょうどいいところに計画性と将来性に欠けてそうなバンドマンが現れましたね。バンドマンの倒し方は簡潔に言うと現実を見せるということになります。いくつかワードを紹介していきます。まず 0.1%、 何の数字かわかりますか？音楽で食べていける確率です。生涯音楽一つでやっていこうとするとさらに確率は落ちてくるでしょうね。次に、昔の友達、幼馴染や小中高の友達だったやつが結婚したり子供ができて充実している生活を送っていることを教えてあげましょう。これもボディーブローのようにじわじわ効いてきます。最後は身の丈を教えてあげましょう。お前才能ないよと、凡人がなんとかなる世界じゃないと早めに引導を渡して分からせてあげるのも優しさです。今までいろんなパートのね、倒し方をレクチャーしてきましたが、中にはそんなこと100も承知で音楽に向き合うバカもいますが、彼もそのうちの一人だったらしいですね。皆様はどうでしょうか？ぜひ真似しないでください。